おはようございまーす。ディレット、申しまーす。思い出の記憶、最後のかけら、実況プレイ、始めていきたいと思いまーす。こちらのゲームはですね、前回やりました、思い出の記憶の続編、というか、バージョン 2? うん。だから、その後の話だよね。だから、前回はね、主人公のレイちゃんが、まあ、なんかいろいろありましたけど、その主人公レイちゃんが再び登場します。で、このゲームができたのが結構最近で、2022年の6月です。最近じゃねえわ。もう、あれだわ。年越してるわ。というわけで、今回こっちのゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。何？カンカン。私は夢を見る。あ、カーソルの色が違う。永遠に叶うことのない夢を。それでも、私は夢を見る。一つ一つ、かけらを当てはめながら。でも、どうしても一つ足りない。それでも私は夢を見る。もう一度あの子に会いたいと。とある町に少女がいました。その少女は病気で母を、事故で父を亡くしてしまいました。事故になってんだね。しかし父が事故で亡くなったのではないと知った少女は、祖父に何も告げず、父の研究所である北の館へ向かいました。少女がいなくなったことに気づいた祖父は、旧友である青年に、少女を探すよう頼みました。そして、彼らもまた、北の館へとたどり着いたのです。青年は、悪魔と契約をしていました。青年は、そんな悪魔の力を借りながら、無事に少女を見つけ出しました。そして彼らは、北の館で隠された真実を知ります。それはとても辛く、悲しい真実でした。しかし、彼らはそれを乗り越え、無事に北の館を脱出しました。そうだね、本当に色々あったね。主人公の、まあ、後々出てくるレイちゃんだけじゃなく、他の人の過去も分かったって感じだね。それから、数ヶ月後。あ、やっぱりピアノ弾いてる。あ、部屋の構造がちょっと前と違うな。あれからもう、ずいぶん経つんだね。ヘアバンドしてる。あの時は、お母さんとお父さんがいなくて寂しくて寂しくてしょうがなかったけど。お父さん、お母さん、私もう寂しくないよ。ねんごもう、いいじゃん。エンディングじゃん。あ、そうだ。おじいちゃんに呼ばれてたの忘れてた。おじいちゃん待ってるかな。お、動けるね、早速。この、下の部屋は何？あ、下の部屋は何これ？こんななかったよ、前作。調べられたりはしないんだね、でも。ちょっと残念だけど。あ、今回も歩くセーブポイントかい。歩くセーブポイント。ありがとう、歩くセーブポイント。あ、これ私が、あ、これはそのままなんだね。マップはこの前のね。マップはこの前と同じ感じだな。じゃあおじいちゃんはこっちの部屋に。おじいちゃん、待ってたよ。よいしょ。話しかけろってことな。おーれい、ずいぶんと熱心にピアノを弾いていたね。遅くなってごめんなさい、おじいちゃん。あに、気にすることはないよ。やはりあのピアノを捨てなくてよかった。昔ピアノを捨てるって話もあったからね。え？お前が毎日ああやって弾いてくれるから、
ユリアもきっと喜んでいるだろう。うん。ところでおじいちゃん、話って何？おお、そうじゃったそうじゃった。先ほど手紙が届いてな。明日、島が遊びに来るそうだよ。ほんと？やったー。ああ、すごく久しぶりだな。あ、久しぶりなんだ。もう数ヶ月後の話なんだね。数ヶ月会ってないってこと？しばらく彼の父親と一緒に各地を巡ってたそうだからね。かれこれ、もう2ヶ月ほど会ってないか。そっか。お医者さんとして各地を巡ってたんだよね。ああ、もともとね、医者の息子だもんね。彼ももう立派な医者だからね。そうだよね。傷は残っちゃったけど、私の手、治してくれたもん。ああ、そっか。この前、サンで、思いっきりレイちゃんがサンに手突っ込んだからね。バルツェにも教えてあげなきゃ。そうだね。教えてあげなさい。うん。あれ、バルツェはここにいんの？じゃあ。バルツェはここにいんのか、おい。ああ、それから、バルツェ君と話が終わったら、彼にここに来るよう伝えてくれないか。バルツェに？うん、わかった。バルツェがどうかしたの？なに？大した話じゃない。頼んだよ、レイ。うん、わかった。で、じゃあ、バルツェがいるのか。え、バルツェはいるの？あ、バルツェ！バルツェ！いたの？バルツェいたの？あ、レイちゃん。なんか、妙に楽しそうだけど、どうしたの？あれなんか、バルツェなんか前と違わない？顔ぐらい違うね。あの、ピアスついてる。聞いて聞いて。明日シバが遊びに来るんだって。あー、シバね。耳になんかロザリオみたいなついてるよ。ネックレス。ちょっと、おちゃらけてる。バルツェ嬉しくないの？別に。嬉しいっていうよりも、ん？どうでもいい部類に入る。もう、でも、確かに久しぶりだよね。シバ、お父さんと一緒にいろんな子を巡ってたんだって。へえ、あいつももう立派な医者ってわけか。どんなところに行ってきたのかな。旅の話聞けるといいね。そうだね。待てよ。シバが帰ってくるってことは、もしかしてあいつの父親も？ん？どうしたの？なんでもない。そんなことより、明日の準備した方がいいんじゃないの？どうせ、シバのために何かしようとか言うために俺のとこ来たんでしょう。よくわかったね。まあね、レイちゃんの考えそうなことだし。どうする？一緒に買い物でも行く？バルツェは私と買い物するよりも、おじいちゃんのところに行くのが先だよ。ルーさんとか？なんかあった？私も詳しくはわかんないんだけど、バルツェを呼んできてほしいって。何があったの？レイちゃん気にしなくていいの。なんか喧嘩でもしたんかな？親子喧嘩でもしたんかな？親子じゃないけど。いやいやいや、ちょっと待って。あのさ、思うんだけど、バルツェ、なんでいるの？え、なんでバルツェいるの？俺わかんないんだけど、なんでバルツェがここにいるかわかんないんだけど。何？シバと一緒にいたんじゃないの？ま、確かにそうだけど。そうだけど、別人になったけど。え、買い物ぐらい私一人で行くよ。危ないからダメー。誰もついてきそうだからダメー。どこにもフラット行きそうだからダメー。そんなダメダメ言うなよ。もう私そんなにフラフラしてないよ。そんな子は汚い方に行ったりしないでしょ。行ったなー。それは、そういうこと。おとなしく待っててね。よくわかってんじゃん、バルツェ。買い物くらい行けるのに。はははは。バルツェを買い物に付き合わせちゃも悪いし、一人で行ってもいいよね。危ないからダメー。やっぱりダメダメ、ダメダメ理論はダメか。ダメダメ理論は許してくれないんだね、それを。さあ、外に出ました。おお、外がちょっと変わってるね、外の景色も。いいね、いいね。なんか風流を感じるね。花を踏み荒らしていくもの。ごめんなさい。
今回はちゃんと街を歩いていいんだね。前回街歩くとさ、えらい目にあってたけど街の人に思いっきり見つかりながら見つからないように進もうみたいなんで撮ったけど、今回は街にちゃんと来れたね。街の人普通に、あ、いつもは黒髪の彼と一緒なのにいつもは黒髪の彼と一緒って、もうなんかカップルみたいに扱われてんじゃないか、もしかして。あー、れいちゃんだ。なになに、買い物俺と一緒に行く。あー、危ないからダメー。おー、こんなところが新しく作られたのかこんなスポットが新しく作られたのか。ん、あれ、子供だ。おー、誰だ。誰かの視線を感じたね、今。気のせいかな。なんだ、あの子は。で、ごめんなさい、スルーしちゃって。いらっしゃいませとしか言わないタイプかい、これ。これはいらっしゃいませとしか言わないタイプか。買い物は本当にできたりしないのか。ちょっと残念だな。ん？モルコット。やや、お客さんですか？私の名前はモルコット。どうぞどうぞ見ていってくださいよ。僕も店は夜でもやってますからね。ええ、若き日の商売なんです。だって夜もぜひ来てくださいね。なんやだ。あ、変に誤解されると嫌なので言っておきます。決していかがわしい商売じゃないですからね。普通商売、なんか嫌やーって言った直後言うなよ、そういうこと。これは、おお、これはまた面白い。こっちにはこんなものまで売ってるのか。お安くしておきますよ。お一ついかがです？ふん、そうしたいのはやまやまなんだが、今は持ち合わせがなくてね。少し見ていくだけの予定だったが、いいものを見つけた。またの機会に来るとしよう。はい、その時はぜひお待ちしております。さてどうしたものか。ん？確かこの辺だと思ったんだが、ん？おやお嬢ちゃん、俺に何か用かな？誰や？俺って言うな。何か困ってんですか？よかったら私お手伝いしましょうか？ほら、もう誰でもホイホイついていくからダメもうさ、バルツェの言ったことがさ、もうそのまんまだもん。おー、本当かい。いやー、それは助かる。実は友人の家を探しているんだ。この辺に来るのが久々すぎて、肝心の家の場所を忘れてしまったらしい。忘れないよ、普通。家の場所は忘れないだろう道は忘れるかもしんないけど。まったく、年にはかなわないね。年か、お前。グラッド関係なしに結構年だったのね。そうだったんですか。誰の家を探してるんですか。ルイフという人の家だよ。知らないかな。ルイフとおじいちゃんの家だよ。ルイフ？ルイフなら私のおじいちゃんですけど。君のおじいちゃん？ということは、君はレイちゃんかい。あ、はい。私はレイですけど、いやあ、助かったよ。なんたる偶然。いや、これはもう、運命に近いかな。イルミナティ。そうですね。そうか。話には聞いてたけど、君がレイちゃんか。どうして私のことを？どこかでお会いしましたっけ？まあまあ、ツモの話は後でしよう。とにかく、レイさんの家まで案内してくれるかな？はい。まあ、パッと、様子見ると、この人がもしかして、ね、芝のお父さん？そういえばこんな家だったか。本当に久しぶりだな。今おじいちゃんを呼んでくるので少し待っててくださいね。ん？慌てなくていいぞ。おう、バルツェ。あ、バルツェ。はぁ、部屋で待っててって言ったのに。ごめんなさい。でもバルツェ、おじいちゃんと大事な話があるみたいだったし、買い物して結局レイちゃん何もしてないけどね。市場通り過ぎただけだけどね。だからって、勝手に出かけないでよ。心配すんじゃん。ごめんなさい。ん？わかればよし。青春だねえ。俺のことかまずどうぞ続けてもらって構わないよ。うん、どうぞどうぞ。なんだあんたがここに。その言い方はひどいなぁ、バルツェ君。俺、傷ついちゃうよ。ああ、レイちゃんはこんなに優しいのに、バルツェ君はなんという冷たさ。知り合い？それはこっちのセリフ。なんでこいつがレイちゃんを知ってんの？
なんでレイちゃんがこいつと一緒にいんの？あ、そこの市場で偶然会って、この家を探してみたいだから案内したんだけど、はぁ、やっぱり一緒に行くべきだったか。何かまずかったかな？あー、ごめん。レイちゃん悪くないよ。何？何の話？おっさんも混ぜてよ。自分で自分のことおっさんって言うな。断る。ああ、俺の心にひびが。大丈夫ですか？うん。レイちゃんはやはり天使だな。うぜえ。おや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 、ずいぶんと騒がしいようだね。おじいちゃん。おー、ルイさん。お久しぶりですね。ジル。ジルではないか。いやー、久しぶりじゃな。元気にしちょったか。おかげさまで、ね、なんとか。ジル。レイは初めて会うのかな。彼はジルティと言って、私の古くからの友人だよ。ほーん。よろしくね、レイちゃん。古くからの友人ってことは結構な歳だな、じゃあ、本当に。本当に結構な歳なんだね。ルイフはおじいさんなのに。ルイフはあんなにおじいさんなのにさ、ジューティーはさ、まだおじいさんって感じしないぞ。果てしなくうぜえ。そう言うな、バルゼ君。一緒にお茶飲むのにはゆっくり話そう。ああ、シバ！やっぱりここにいた。あれ？シバもなんかちょっと変わってない？シバ？あれ来るのは明日のはずじゃ。なんだ、遅かったじゃないか。道にも迷ってたのか。はぁ、あれなんか芝髪型変わったよね。ボッサボサのなんかさ、あの中途半端な髪型からさ、あのちょっとストレートになったよね。ルイさんの家に来んの明日予定だったじゃないか。父さん。あぁ、本当に父さんなんだ。父さん？それじゃあジルディさんって。芝のお父さん。ごめんね、レイちゃん。本当は明日来る予定だったんだけど。ううん、そんなこと気にしなくていいよ。今日芝に会えるなんてすごく嬉しい。それならよかった。僕も久しぶりに会えて嬉しいよ。レイちゃんも元気そうで何よりだね。あとお前もな、バルツェ。おまけみたいな扱いなんだね、俺。右手も大丈夫？痛くなったりしてない？うん、もうなんともないよ。怪我してからだいぶ経つもん。もう心配しなくて大丈夫だよ。そういうわけにはいかないよ。時間が経ってから後遺症が出てくることもあるんだから。シバが医者みたいなこと言ってる。医者だって。あ、そうだ、シバ。手紙と、この前一緒にくれたこの髪、髪飾りありがとう。めっちゃ噛んだ、ごめん。髪飾り一緒にくれたんだ。そんなに大したものじゃないよ。でも、気に入ってくれたのはよかった。似合ってるよ。青春だねにしても、結構急に帰ってきたね。なんかあった？いや、そういうわけじゃないよ。父さんが急に、ルイフさんの家に行くって言い出してね。どうせまたルイフさんと趣味の話をしたかったんだろ。ま、父さんのこういう突拍子もない行動は、今に始まったことじゃないけど。ああ、芝の父さんもルイフさんと似たような趣味持ってたっけね。コレクターってこと？へえ、そうなんだ。古いものとか、珍しいものとかが好きなんだ。周りにはルイフさんぐらいしかそういう趣味を持ってる人がいなくてね。急にルイフさんと語りたくなって戻ってきたかもしれないな。でもおじいちゃんも嬉しそうだし来てくれてよかった。ありがとう、レイちゃん。ジューティーさん、素敵な人だったね。素敵な人だったか？と、でも、年の設定の割にはさ、年取ってないアイコンだったよ。俺は苦手だけどね。あ、ごめんなさい。せっかく来てくれるのに何も出さなくて。今お茶持ってくるね。気を使わなくて大丈夫だよ。今日勝手に来たのは僕たちなんだから。はーい、俺マドレーヌが食べたいでーす。ほんとにお前は相変わらずだよな。うん、ちょっと待っててね。で、二人になりました。本当に元気だね、レイちゃん。はー、とてもあんなことがあったようには見えないよね。うん、血だまりになったよね。たくさん血だまりになったよ。無理してるわけじゃ。なさそうよ。俺が見る限りじゃ。はぁ、よかった。本当に。そうだね。ところで、ルイフさんに話したのか？
ん？何を？お前が悪魔だったってことだよ。だっただよね、あくまで。今はもう悪魔じゃないんでしょ？一応、北の館のことと、お前がイオとどういうつながりだったのか、俺がかいつまんで説明したけど、ね、イオっていうのはこの前の悪役ですね、簡単に言えば。はい。その悪役の息子です、彼は。あー、しない、しない、しない。したって信じてもらえなさそうだし。北の館で偶然柴田会って、協力してことを収束させたってことになってるよ。そうか。まあ、その方が丸いよね。で、そっちはどう？ん？ジルティさん。ああ。こっちも北の館の出来事は多少はぐらかしたけど、一応全部話したよ。血だまりになったことも？母さんがどうして死んだのか。レイちゃんの父さんがどういう人だったのか。ああ、でもそうか。シマに関しては、そう、レイちゃんのお父さんは、まあ、いろんな意味でね、旧敵みたいなもんだったからね。ああ、言ったんだ。俺がレイちゃんのお父さんを殺したことも全部言ったんだ。相変わらずお前が悪魔だったことには気づいてないみたいだけどね。でしょうね。一応、ただの友達って設定であの人に紹介されたんだよね、俺。ただの友達。友達にただもさ、効果もあるか。隠さず全部話すあたり、お前らしいね。それで、お前は何も悪くないだってさ。変な話だ。うん。一人一人殺しておいて、悪くないはずなんてないのにね。でも父さんは、一緒にいてやれなかった自分の責任だって。まあ、あの人ならそう言いそうだけど。人殺すのを、全部肯定するなんてのは無理な話だけど、あれは、殺す側、殺される側、その両方に同情するには十分な理由があった。そうだね、前回の見ていただくとわかるんだけどね。レイちゃんが言ってたよ。ん？お父さんは島に救われたって。ん？そうだな。レイちゃんは、そう言ってくれてたっけ？変に気を使ってもレイちゃんを傷つけるだけか。そういうこと。俺はなんやかんや、今の雰囲気、すごく好きだけど。そうか。レイちゃんと一緒に住んでるわけだし。あ、そう。バルツでも久しぶりにシバに会えて嬉しそうだったな。二人は今までたくさん大変な思いをしてきたんだから、レイもお前もだよ。君もだよ。これからいっぱい幸せになってほしいな。そうだね。シバとバルツェの幸せになってほしいね。二人で。ちょっと違う意味に聞こえるって、それ。あれ？ジルティさん？ん？おー、レイちゃんじゃないか。どうかしたのかい？シバとバルツェにお茶を持っていこうと思って。そうか、そうか。てっきり息子に愛想を尽かしたのかと。GT さんこそどうしたんですか？あ、お茶なら私が持っていきますから。いやいや、そういうわけじゃないよ。ただ相変わらず、ルーフさんはいい趣味をしているなと思って。こんな素晴らしいものを彼はどこで手に入れるんだろうな。確かに！競りとかかな？これってそんなにすごいものなんですか？違うよ、レイちゃん。これはただの絵画じゃない。え？これはパズルと言ってね。一見すると絵に見えるけど、よく見ると小さな欠片が集まってできているんだ。あ、本当だ！こういうものを集めてる人は少ない。ルイスさんの話では確か、バルゼ君のお父さんも、バルゼ君のお父さん？と、どうかしましたか？いやいやいや、こっちの話だよ。ま、あまり話題しない方がいいか。そうか！バルゼ君のお父さんはそうか！バルツェのお父さんはそうか、パズが確かに好きだわ。確かにな。うん。深くは言わないけど。ところで、レイちゃんはここに何しに来たんだっけ？あ、二人お茶持ってくんだった。そうか、そうか。おっさんのことはほっといていいから早く行っちゃって。二人とも首長くして待ってると思うよ。ひょうきんな言い方するな。待ってんのはお茶じゃなくて。いや、部外者がやばなこと言うもんじゃないよね。若干どっちかというとさ、ジルティにさ、バルツェに似てるな。
俺はもう少しルーフさんの趣味を拝見させてもらおうとするよ。わかりました。何かあったらまた声かけてくださいね。うん、ぜひそうさせてもらおう。我が息子ながら前途多難そうだな。あ、お茶、お茶とマドレーヌか。さて、僕もルイフさんに挨拶してくるかな。あ、そうだね。おじいちゃんも柴とたくさんお話ししたいだろうし。しばらくこの辺にいんの？父さんが近くに宿を取ったみたいだからね。そのつもりだよ。そんなことしなくてもこの家に泊まればいいのに。ただでさえバルツが世話になってんのに、これ以上はね。どうせ厄介もんですよ。僕としてはまたこうして、レイちゃんと話ができるだけで満足だから。シバ。それじゃあちょっと行ってくるよ。どうぞごゆっくり。あとで私にも旅のお話たくさん聞かせてね。うん、わかった。一見こうするともうさ、あ、動けんのか。なんかめっちゃ平和だけどね。何か起こるとは思えないぐらい平和なんだよね。ただのさ、なんか前作のさ、エンディングを見てるかのようだけどね。なんか何にもある気がしないな。なんか事件が起こる気がしない。視線以外。